おはようございます。先日は西園宮先生にお越しいただいて講座を開いてもらいました。西園先生は魔女トレと呼ばれているものです。主に足から体を整えていきます。先日も実に足の指だけで約2時間整えていきました。かなり痛く感じるものも中にはあります。今年初めて修行道場に来た者などは、顔をしかめて痛みに耐えながらやっていたのが目に入りました。私はというと、ありがたいことにもう数年教わっていますので、痛みを感じることはほとんどありません。気持ちよく行うことができます。足を整えて体が変わるのであります。先日もそのことを実感しました。まずはじめに皆で開脚を行ってみたのでした。開脚は末梢法の第三体操にあたります。足を横に大きく開いて体を前に倒す運動です。足をしっかり開けないと体は前に倒れません。慣れないものにはとても難しいものです。私は幸いにこの開脚は末梢法の第三体操として長年毎日行ってきていますので難なくできるのです。しかし見ていると多くの修行僧たちは足を広げて腰を立てることができません。多くは腰が引けて背中が丸まってしまっています。そこから延々2時間足指を整えていくと、なんと多くのものがかなり開脚できるようになり、腰も立てることができるようになっているのです。まず修行僧たちがそれぞれ感激し感動しているのです。自分の体の変化に感動するというのは素晴らしいことです。足指で2時間というとかなりの時間に感じるのですが、しかしわずか2時間とも言えます。わずか2時間でこれだけ体が変わるのですから驚きなのです。私はというと開脚自体はもともとできるのでそんな変化はないのですが、姿勢の変化がありました。改めて大きな気づきがあったのです。その気づきはその1週間いろいろ学んできたことがすべてつながる体験でもありました。その1週間は学びの習慣となって、はじめに椎名由紀先生から中心軸を教わりました。私も自分の軸がずれていることをご指摘いただいたのです、でした。なるほどと思いながらも、このずれがどこから来たのか、どうしてこんなずれが生じたのかを究明しないと収まらない思いでありました。それから河野春則先生には歩くこと走ることを教わりました。普段走ることはあまりないのですが、歩くことは日常の中でたくさんあります。どのように歩くかで体には大きな違いがあるものです。それから西園先生の講座を受ける日には、午前中に井上欣也さんに個人で教わっていました。井上欣也さんは河野義則先生のところで多年学ばれてきた方であります。河野先生がとても褒めておられたので毎月教わっているのです。先日は主に前後開脚を教わっていました。この前後開脚からもいろいろ学ぶことがありました。さらに井上さんからは接地面から体の軸を作ることも学んでいました。それらのワークが西園先生の講座で皆一つにつながったので感動したのでした。分け登る麓の道は多けれど、同じ高根の月を見るかな、とはよく使う動画ですが、まさにそんな思いでありました。いろんな道があるのです。今風の言葉で言えばいろんなアプローチの仕方があるということです。でもやはり同じところを見ているのだということなのです。西園先生の足指を整えることでは、足の裏で感じる感性を高めます。手と足の裏とを合掌するように合わせます。すると手の方が敏感なので手が足を冷たいと感じます。しかし足も手を感じているはずなのです。足で手を感じるようにしますと手が温かいと感じます。見た目には手のひらと足の裏とを合わせているだけなのですが、
この感覚を養うだけで足の裏が緩み、足首や股関節も変わってくるのです。足の指を整えて股関節にどんな関係があるのか、初めて教わった頃は不思議でならなかったものですが、今ではもう当たり前に感じています。股関節のみならず全身に影響が出てきます。この足で手を感じるというだけで、だんだん手のひらと足の裏との境界がなくなってくるような感じになります。境目がなくなって、手のひらと足の裏とが一つに溶け合ってくるのです。そういう感覚を生じて、足で床を踏んで立つと、足の裏と地面としっかり踏んでいながら、その境目が消えてきます。この感覚が生じてくると、自分の体と外の世界との境界も消えてくるのです。手のひらと足の裏とをただ合わせているだけで、こんなに変わってくるのです。変化を感じることは楽しいものです。さて、西園先生の講座ではいつものことなのですが、2時間にわたってみっしり足指、足の裏、足首を整えました。これが自分ではできないことです。やり方は覚えているので、できないことはないのですが、これだけの時間をかけて精度を上げて綿密にできないのです。自分では十数分でさっさとやってしまうのです。やはり学んで時に習うことが大事なのです。一つ一つのワークを行いながら、その度に体の変化を感じていきます。これも大事なことだと思います。やはりその度ごとに足で床を踏んでいる感じが出てきます。また足が胸のあたりから出ているように感じるのです。ずんと足で床を踏んで頭のてっぺんまで貫かれているように感じます。そうしてだんだん足から立ち上がって姿勢ができていくのであります。そうして皆で前後開脚を行ってみると、みんな驚くほどできるようになっているのです。足指を整えることで股関節まで柔らかく変化しているのです。腰も立てることができるようになっています。このあたりまではいつものことで、私もいつものように感じていましたが、終わりになってももの裏を鍛える方法を教えていただきました。これが実に私にとって画期的なことでした。うつ伏せになって膝を90度、足首も90度曲げて、足の裏を天井に向けてあげます。そして恥骨を床に押し付けるようにして片方の足を上げるのです。なかなか難しいものです。これだけでもいいのですが、さらにもう一人の人が足の裏に両手を添えます。足の裏で手のひらを感じるようにしてあげると、なお一層深いところまで響いてきます。これで腿の裏が強化されます。そうして立つと実に腰が立っているのです。椎名先生に指摘されたことが、この腿の裏の強化で解決しました。接地面がよりはっきりするようになりました。そうしますと、河野先生に教わったただ足先を上げ下げするだけという動きも鮮明になった思いなのです。座禅などの姿勢が良いのは言うまでもないのですが、この腿の裏を強化することがないと、どうしても腿の裏が抜けてしまって、それが仙骨の後傾につながるのだと分かりました。座禅の姿勢の素晴らしさとともに注意点がはっきりしたのでした。今まで分からなかったことが分かった喜びでありました。さらには佐々木浄土先生がいつもおっしゃっている、座ることは足の付け根で立つことだというのもよく納得できたのでした。足の裏を整えて体が変わったことが実感できました。その日の講座には藤田一生さんも参加してくださいました。一生さんと終わった後、座禅の姿勢を作る大事な要素だと話し合ったのでした。こうしていろいろ学び続けて、また椅子座禅の指導なのに生かしていこうと思っているのであります。それでは姿勢と呼吸とを整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて
よし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどすっと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げていって吐くと同時にストーンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって吐くと同時にストーンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいな、とこの思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。